ちは、みほです。今日はいい天気なんですけれども、特に外に用事がないので丸一日家で過ごそうと思って、こちらゆで卵を作る機械でゆで卵を作っている映像ですが、タイムラプスという機能を使って面白い動画が撮れないかなと思って、ゆで卵がゆで上がる間ずっとカメラを回していたんですけれども、終わって見てみたらびっくりするぐらいつまらない映像で、まあそんな時もありますよね。毎週土曜日に通っていた動画の学校、一応その1年間のカリキュラムは終わったんですけれども、これからも授業が見放題ということなので、今日はフォトショップの復習をしています。先日撮ったお花と私の大好きな昔一緒に生活をしていた猫のチャイを合成してみようと思って、授業の教材だと普通の人物写真と背景の部屋を合成しようみたいな授業だったんですけれども、自分の持っている画像でやってみようと思って、こうやって出来上がるともっともっといろんなことをしたくなりますね。じゃあ今日はこの辺でバイバイ。